はい、どうもクリアです。もう敵の方がね、どんどん立て続けに強い武器というか強力になってるのに、こっちは全然強力に慣れていない、全然稼げていないんですけど、地球防衛軍 4.1 やっていこうと思います。そして今日の陛下はフェンサーだまたもうフェンサー。でもフェンサーね、遠距離攻撃近距離攻撃できるからね、いいよねって前回も言ったよな。ではフェンサーでやっていこうと思います。さて引き続きフェンサーですね。これを虚無の船、あ、今度は新型の船を落とせってことか。新型だらけだな。氷の新型輸送船を確認。大型です。これまでの輸送船に比べ全長は倍以上。大量の巨大生物を積載しているようです。撃墜しなければ計り知れない被害が出ることが、出ると予想されます。直ちに現地へ向かってください。で、また、これを撃ち落とす。まあ、撃ち落とすから、フェンサーの方が良かったっちゃ良かったよね。エアレイダーだと自走ロケット砲一発ずつしか撃ち落とせないから、いや多くねー。どうしてこうなるまで放っておいてしまったんだ。しかもまた仲間がいない。うわー、開くと やったのはいいけど、アリンコが、早速アリンコが一匹来てる。ちまちまとアリンコが来てるな。あれ、去ってった。敵が来なければこっから狙い撃ちたいところだけどな。難しいなっていうのが、よし、今のチャンス。横サイドがガラ空きだ。あー、閉じちゃった。多分あっちの NPC たちの方にたけてるっぽくて、これ今がチャンスだな。よいしょ、しゃ、あとあの高いやつか。よくわかんないけど、キャノンショットとかこう適当に撃っとけば NPC たちの仲間たちの援護にならないか。よし、このアリンコを倒せばフィニッシュか。いやー、もうガリア重機機関砲のおかげでなんとか。よいしょ、もうちょっとこの近距離のこの仲間を被害を与えずに倒せる武器が欲しいなNPC に優しい武器というか。あと1匹ハマってるでしょあれ。まあこれで終わるわけないよな。あ、光の中から新品が出てきた。限られると嫌だから。直前までその位置には何もありませんでした。光のワープ。いや、奴らはこの方法で宇宙を渡ってきたのかもしれない。
宇宙は生物にとって広すぎる。何らかの特殊な移動手段がない限り他の星にたどり着くことは難しい。これなら納得がいく。このアナウンスが終わるまで待ってくれてる。この解説、解説データが。この方法があるならばフォーリナは物資を際限なく地球に運べる。こっちの方が狙いやすい。よいしょ、もう一本。よし、間違えた。うわー、雲か。え、おかわり多すぎだろ。よいしょ、こっちも、こっちもおかわり。ちょ、多い。もう近くに来てるけど、おりゃ、よいしょ。この雲をどうにかせんと。やばいやばい、8アリー、赤アリー、マジ多すぎ、多すぎ。ここが地獄だよ。うわー、 NPC たちが一瞬にして溶けた。まずい。とりあえずこいつらを処理はするけど、おかわり、おかわりしてくんだろこれ。まずいまずい。頑張って船を落としはしたけど、まだ残ってるもんな。全部の船を落とせてない。この長い廊下が画面端になった時がちょっとやばいな。ちょっと距離がある。よし、蜂を、うわー、雲の近づき方が早い。よいしょ、アリンコも来てる。よいしょ、やべえ、自利品だろこのままだと。船を攻撃しないといけないんだけど。蜂かー、なんか近づいてきてんなと思ったら蜂か。空、空を飛べるから近づくのが早いよな。いやー、ポンスコポンスコ落としてる。やばいやばいやばい。どっから狙える？これで狙えるな。ここで武器を切り替えて、よし、ダメージを与えた。雑魚処理モード。少し仲間たちが耐えてきてくれればよかったんだけど。よいしょ、ちょっと多少ダメージを受けてもあの船を落とさんと終わらん。よいしょ、ちょっと移動しながら、この路地を移動しながら。よいしょ、なんとかあれを今倒してしまいたい。やってないやな。
しょ。よし、よっしゃ、頑張って耐えた甲斐があった。悲鳴上げてんな。よいしょ、ちょっと回復を取りたいんだけど、それは置いといて、あれを落としに入らんと。あーあと一発足りなかったのか。よいしょ、おしよしよしよし、だいぶ船を落とした。めっちゃアイテムいっぱいあるな。間違えた。倒しきってなかった。8位。よいしょ。あれ？仲間たちは？援軍はどうした？援軍はどうした？青い玉はどうした？ここで逃げながら戦うしかない。じゃあアイテムを回収してんだが、距離を取りすぎちゃったな。おっと、横から針を落としてくる、そういうことする。どこだったか。あーちょっと外したか。よっしゃ、いっぱいアイテムあんのにこれ回収できねえぞ。よいしょ、多分集団が追ってきてるけど、ちょっとアイテム回収。取り損ねた。あー倒しきってね。どうしようかな。距離を取りすぎちゃった。もうちょっと近づいてもらわんとこっちの攻撃が届かん。あかりさんも混じってる。よいしょ、よし、ひー、アリさんには近づかれてはならない。うわ、間違えた。よし、あーとちょっと大量に落とされた時はどうしようかと思ったけど、なんとか乗り切ったな。NPC さんたちは全然乗り切れてないけど、よし、でもなんか敵が固まってるような感じだけど、あかりさんたち、こっちにターゲットってんのか、怪しいな。ノーマルだから動きが遅いから、なんか若干
ギアロボット戦え。そろそろ新品のこっちもリロイに対抗できるレベル高い武器が欲しいですけど、あ、残ってんのはなんかこっちにたけってないの、ハマってんの。ならこのアイテム回収を少しばかしアイテム回収させてもらっても大丈夫かな。よいしょ、来てる。頑張って逃げれば、あ、追いかけてこねえなあいつ。職務放棄かな。エイリアンの仕事はもうめんどくせえっていう、こう追いかけてこなくなっちゃった。よいしょ。あー、でもなんかえらい散らばってていまいち回収しづらいな。もういいか。多分ね、おにゅうの武器が出ないぐらいの感じなんじゃないかな。結構いっぱい取り尽くしちゃって、おにゅうの武器が手に入らない感じなの、そんな雰囲気がする。決着をつけようじゃないか、あかりくん。ここにはもう1対1だぞ。邪魔をする者はいない。耐える。斬撃3発かかる。この辺にアイテムの反応があるのに見当たらない。おお、あ、でも新しい武器入ってる。スパインドライバー、ガリオン連射、ガリオン系の速射機関銃、機関砲パワーアップしてんな。よし、まあちょっと敵の新型輸送船とのバトルでしたね。もう若干稼ぎステージっぽかった気がするけど、ちょっと稼ぐ余裕なく終わっちゃったけど、まあこんな感じで、まあ、進めていきましょう。まだまだ半分も終わってない感じですからね。それでは今回はここまでです。お疲れ様です。